雄像は墓におるはず。おお、来たか。それじゃ飯を分取りに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。 他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に精ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。 石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓には呪しずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。 櫓から目を離すな。ええ、分かったよ。
矢倉から目を離すな。 合図してやらねばな。矢倉の火が見えるはずだ。頼むぞ、龍蔵。 いかがでしたか？ここじゃないな。こっちはさっぱりだ。ほら、食料を運ぶんだろう。
食い物がねえ。やぐらにもなかった。他にはないか。もうこの骸と神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。干渉ならば多少はな。いつの間に損傷を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。 砦は奪った。まさかお前、話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。 堅い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。旧兵を崖に置け。 注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行くしら。見ててください。お前の戦い方、長岡の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。 お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだから。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。 さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。 急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまくいくとは。木に気を取られるから音を立てるなよ。食い物を探そう。 ないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かもな。春郎。
えたか ?4 人、いや、5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ、急ぐ。ここにもなけりゃ次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。これは何だ？蒙古の兵略図か。劉蔵と話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。
なんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食いもんはやつの腹ん中だよ。おっと、バーガー。実は俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。火も回ってる。 見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食いもん持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。 地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のように